はい、皆さんこんにちは。オールズ TV のお時間です。今回は、選手が教えてみた企画第4弾素晴らしいね。はい、まあ、前回のね、前々回か、まあ、秋はまあ、今回はまあ立ってるだけの役なんですけど、今回、ゲストが来ております。どうぞ。お願いします。野本優雅、野本優雅です。はい、はい、今回は何を教えるんですか。はい、今回は僕が245度で打ってるミドルシュートについて解説していきたいと思います。シュートね。はい、OKOKOK。 前回まあ一応ね、藤川翔太も教えてくれたと思うんですけど、もう全く別のタイプなんで、またいろんなとこ参考になると思うんで、ね、はい、はい、じゃあ早速いきましょうか。それでは参りましょう。 GO! オールス下がった。僕がミドルシュートで打ってるシュートは、ゼロ歩と一歩のシュートと枝を見てのシュート、あとランニングシュートで、おまけに、ブラインドシュート。おいいじゃないを、解説していきたいと思います。多彩多種多彩。最初ゼロ歩シュートと一歩シュートをやります。シュートを打つ前にもらい方なんですけど、最初は10メートル、11メートルぐらいの位置に立ってて、でボールもらうときに中にもらえてるんですけど、そのときに左足でもらいます。で、そのときに縦にもらいに行くんじゃなくて、横にもらいに行くことを意識してやってます。で、左でもらって右で打つんですけど、そのときに入り方としてこのまま横に流れて打つってことを意識してます。それを踏まえて、まずはゼロ歩シュートからやっていきたいと思います。お願いします。ゼロ歩シュートはもらった時とジャンプを一緒に打つシュートでやってみます。おー、見た？エグいな。見ましたね。俺が見たい。見えなかったもん。おー、これすごいね。速い、球も速い。ゼロ歩シュートの時に意識することは、まずゼロで打つので、パサーからのタイミングっていうのがまず大事で、もらった時にすぐ飛ぶんですけど、その時にこう振り回したりしないで、クイックですぐバックスイングをしてシュートを打つってことを意識してます。そうしないと、ゼロ歩で打っても溜めたり振り回してしまうと、ディフェンスは用意ができちゃうので、その前にっていうことを意識します。次は左足でもらって右足でもらう一歩のシュート。やっぱりゼロ歩の方がこうディフェンスが用意する前に打てるっていうのは利点なんですけど、デメリットとしてタイミングが合わないとか、飛んだ時に体勢が悪くなるとか、そういうのがあるので、まずは一歩のシュートから狙って、それでゼロ歩のシュートはいっぱい練習してタイミングをつかんでから使うようにしましょう。次は枝を利用したシュートを打ります。お、右45度でこうシュートを打つって時に、こう2枚目だったり3枚目の枝があると思うんですけど、この枝をこううまく利用することによって、やっぱりこうちっちゃい選手でも簡単に点が取れるっていう、ちっちゃいなりのメリットがあります。で、まず最初に引き手側が空いてる時の打ち明けなんですけど、まずは流しを
見ることが大事なんですけど、そこからディフェンスの裏から引っ張りに打てるようなこう、なんていうんですか、間合いと間合いが必要になります。この状態で流しも打てる、引っ張りも打てるっていう、まあ、こうすることで、まあ、キーパーもどっちに打ってくるか分かんないので、まあ、まず来て側が空いた時は流しも打てる、引っ張りも打てるっていうところを打つ時には意識してます、うん、で次はディフェンスが来て側に入っている時、この状態だったら流しは打てないので、この時はディフェンスの前から引っ張りに打つことを意識してます。前から それを打つ時はあんまり近すぎてしまうと人に当たってしまう、もう前から打とうとしても枠外に行ってしまうので、やっぱりこれも 10m から打って前から引っ張りに打つ。そうすることでディフェンスか、キーパーはディフェンスのブラインドになってあんまりボールが見えないので結構有効的なシュートになります。じゃあ打ってみます。